こんばんは、シュンパイロットキョウキョウです。さて、今回の動画は BMDG737 のアップデート情報になります。先日、新しいアップデートが公開され、待ち望んでいたユニバーサルフライトタブレットが新たに追加されました。本動画では、この新しく追加されたタブレットの操作方法についてご紹介をしていきます。まずは新しく追加されたユニバーサルフライトタブレットの出し方です。デフォルトの場合はタブレットが無効の状態になっています。BMDG737 のフライトコンピューター CDU を確認します。PMDG セットアップを押します。エアクラフトを押します。イクイプメントを押します。プレビューページを押して16ページを表示させます。一番下にフライトタブレットのオプションがあるので、ノーからイエスに変更します。イエスにすると、コックピットの左右にユニバーサルフライトタブレットが追加されます。この2つのタブレットは独立して動くようになっています。こちらがタブレットのホーム画面です。現在使える機能としては、エレクトロニックフライトバックと離陸や着陸の計算を行うパフォーマンスツールです。今はこの2つしかありませんが、今後のアップデートで機能が追加される予定になっています。まずはエレクトロニックフライトバックを押します。このページでは SIM ブリーフをインポートして、その内容を確認することができます。現在映っているのは EFB のホーム画面です。左側には SIM ブリーフの内容が表示され、右側には現在位置が表示されています。SIM ブリーフのインポートには事前に設定が必要となります。下から2番目にあるバーのアイコンを押します。SIM ブリーフのルートをインポートしたい場合は、SIM ブリーフエイリアスに、SIM ブリーフのアカウントセッティングスにあるユーザーネームを入力します。文字の入力は枠をクリックした後にキーボードを使うか、スクリーンキーボードをオンにした後、セーブプレファランスを押します。これで枠を押した時にスクリーンキーボードが使えるようになります。これを使って文字を入力します。記号を入力する場合は SIM、NAM を押します。入力が終わったらサブミットを押します。これで SIM ブリーフのインポートができるようになります。その他のオプションは、ウェザーソースで空港の天気をどこから読み込むかを選択することができます。マイクロソフトフライトシミュレーターの場合は SIM、それ以外はリアルワールドを選択します。ディスタンスユニットからウェイトユニットまでの間は EFB に表示される単位を選択することができます。こちらはお好みで選択してください。最後にナビグラフの有料アカウントを持っている場合は空港のチャートを確認することができます。確認するためにはナビグラフのサインインを押します。QR コードを読み取ってナビグラフにログインするか、ナビグラフにアクセスして表示されている文字を入力するとチャートが確認できるようになります。SIM ブリーフのルートを読み込む場合は、EFB のホーム画面に戻って、Request Data from SIM ブリーフを押します。押すことで右側のマップに SIM ブリーフで作成したフライトプランが反映されます。マップについては右上にあるオプションでデイモード、ナイトモードに変更できたり、画面をフルスクリーンにすることができたり、ズームインとズームアウトができたり、機体アイコンを中心にロックできたりします。ロックを外した灰色状態で左クリックを押したままマウスを動かすとマップ内を移動することができます。一番下のスイッチマップを押すとナビグラフのマップに切り替えることができます。ナビグラフのマップでは自分がどこに駐機しているかがわかりやすくなるので多機シングをする際に便利なマップです。現時点での注意点ですが、ズームイン、ズームアウトについて何回もクリックしているとゲームがフリーズしてしまうといった報告が上がっています。操作をする場合は十分に注意してください。
ウェザーでは SIM ブリーフで読み込んだ出発空港と到着空港、代替空港の天気を確認することができます。表示はメタ表示とアイコンで表示することができます。次に OFP を押します。SIM ブリーフの OFP を確認することができます。最後にチャートを押します。有料のナビグラフアカウントでサインインした場合は、ナビグラフチャートを使うことができます。チャートについても右上のオプションで、ナイトモードとデイモードを切り替えることができたり、チャートを画面いっぱいに拡大表示できたり、現在の位置を表す飛行機のアイコンを点のマークにしたり、非表示にすることができます。後でチャートを見返したい場合は、ピンマークを押すことでピン止めすることができます。ピン止めしたチャートは、サーチの右側にあるピンドを押すことで、ピン止めしたチャートを後から確認することができます。EFB に読み込んだ SIM ブリーフの内容を737の CDU にインポートします。FMC を押します。ポジションイニットを押します。セット IRS に緯度と経度を入力します。ディファレンスエアポートに自分がいる空港の4レターコードを入力します。入力したら右下のルートを押します。EFB に表示されているカンパニールートの文字列を確認します。今回の場合は仙台空港の RJSS と中部国際空港の RJGG です。すでに RJSS は入力されているので、続きの RJGG を入力します。カンパニールートの左側を押します。アクティベートを押します。エクセキュートを押します。これでシット、スター、アプローチを除いたルートがインポートされます。ルート以外にも今までと同じようにパフォーマンスイニットでリクエストを押すとパフォーマンスをインポートすることができたり、リセントを押してフォーキャストにあるリクエストを押すと降下時の風の情報をインポートすることができます。PMDG マークを押して一番最初の画面に戻ります。パフォーマンスツールを押します。ここでは離陸時と着陸時のパフォーマンス計算ができます。離陸時にテイクオフ、着陸時にランディングディスパッチとランディングエンルートを使用します。まずはテイクオフを押して離陸用のパフォーマンスを計算します。エアポートには離陸する空港を入力します。SIM ブリーフをインポートしたため、すでにいくつかの情報が入力された状態になっています。もしうまく読み込めていない場合は、Import from OFP を押します。ランウェイ ID で離陸に使用する滑走路を選択します。選択すると、滑走路の方位、長さなどが自動的に入力されます。ランウェイコンディションを押して、滑走路の状態を選択します。濡れている場合は Wet、乾いている場合はドライを選択します。次に離陸する機体の情報をエアクラフトに入力します。もし機体の重量を SIM ブリーフからインポートした場合は、Import from OFP を押します。そこから重量の条件を変更した場合は、Import from エアクラフトを押します。重量と重心がインポートされます。テイクオフフラップスで離陸に使用するフラップを選択します。レーティングで離陸に使用するエンジンの出力を選択します。もし離陸時にアンチアイスを使用する場合は、アンチアイスをエンジンまたはエンジンプラスウィングスにします。離陸時のパックスの有無を選択します。ウェザーに空港の気象条件を入力します。インポートウェザーを押せば、気温と風、気圧を自動的に入力してくれます。すべて入力が終わったら、キャリキュレートを押します。すると右側に計算された離陸の条件を表示してくれます。EFB の画面は、右オルトプラス左クリックでポップアップすることができるので、この画面を見ながらパフォーマンスを入力していきます。セル、テンプに書かれた温度をセレクト、オートに入力します。離陸用のエンジン出力は RTG に表示されているテイクオフを選択します。
右下のテイクオフを押します。離陸に使用するフラップを入力します。 TG を2回クリックします。 EFB に表示されている V1、VR、V2 速度を入力します。 CDU にパフォーマンス設定を入力することができました。ランディングディスパッチでは事前に条件を設定して着陸できるかどうかを計算することができます。着陸する空港はチームブリーフによってすでに入力された状態になっているので、ランウェイ ID で着陸に使用する滑走路を選択した後、ランウェイコンディションを押して滑走路の状態を選択します。エアクラフトでは着陸に使用するフラップとパックス、アンチアイスの有無を選択します。インポートウェザーを押して着陸する空港の気象条件をインポートします。キャリキュレートを押すと事前に着陸できるか計算してくれます。実際に上空を飛んでいて着陸する段階に入ったら、ランディングエンルートを押して着陸する条件を計算します。先ほどのランディングディスパッチと同じように、着陸する滑走路をランウェイ ID で選択し、ランウェイコンディションを選択します。着陸する機体の条件を入力するため、インポートエアクラフトディテールズを押します。現在の機体重量が入力されます。ランディングフラップで着陸に使用するフラップを選択し、パックスとアンチアイスの有無を選択します。リバーサーコンフィグでスラストリバーサーの条件を選択します。リバーサーをすべて使用する場合はオールオプション、何らかの影響で一つのリバーサーしか使えない場合はワンイノップを選択します。使用するオートブレーキを選択します。ノンノーマルコンディションでは異常が発生した場合にその内容を選択します。 VREFについては風の条件によって速度を追加したい場合に数値を変更します。インポートウェザーを押して着陸する空港の気象条件をインポートします。すべて入力が完了したらキャリキュレートを押します。着陸するための基準速度と必要な滑走路の長さを計算してくれます。アップデートで追加されたユニバーサルフライトタブレットをご紹介しました。チームブリーフから簡単にルートがインポートできるようになり、さらに737が使いやすくなりました。今後も新たな機能が追加される予定となっているため、アップデートが非常に楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。